お、どうすか？もっかいって言われました。やった、俺はいくらでも死ぬまでやろう。お腹すいた。ラスト一戦かな。じゃあこれラスト一戦でいきましょう。どこやりたいんだろう、何やりたいんだろう。俺勝ったら高い肉食うわ。オッケーオッケー。負けたら、負けたら高い肉食うわ。うーわ、高い肉しか食わんな。負けたらおごるよ。ショッツルホコ来ました。負けたらいいよ、うんうんうん、負けたらおごる。なんだっけ、ペットフードでいいんだっけ。え、シャン高いやつ買いますかね。お、飲むシリカ、これは飲むシリカ。飲むシリカはちょっとこれは俺、うん、気持ちいい。それにそんな重きを置いてるんだね。飲むシリカってなんかさ、 あのタクシーの CM でさ、メンタリストのダイゴさんがやっててさ、えぇ、ーはいはい、俺あれいつも消すんだけど。あ、あれ静かにだ。俺放置してるわ。なんかちょっとでも眩しいと寝れない派の人なんだよね、結構。タクシーで寝てるの？タクシーで寝るんだ。タクシー寝る。タクシー寝るっしょ。タクシー寝ちゃうね。あ、寝るんだ。夜景見ちゃうよ。いやおしゃれ、びっくりした。急にロマンティックでびっくりした。夜景見ちゃう僕。いつも運転手さんとだべっちゃうな。だべってる。出た、だべりて。まあ、暇だからしゃべっちゃうな。だべりてポテチ？ダベリテポテチ関係なくない。なんか美味しそう。うまいそう、ダベポテ。後ろの席でポテチ食ってんの。シェアハウスポテチしようかな、運転手さんと。シェアハウス。いいっすね。俺逆だわ、話しかけてほしくない派だわ。わかる。いやだよね。あのね、エアポッツ知らないね、ご老人の方とかだと、なんかね、わかる。俺音楽聴いてる時に話しかけて無視してないか心配になる、めっちゃ。わかる、めっちゃわかる。だよな。ガチでわかるそれ。前みんな乗りてよ。話しかけてくる人、話しかけてくるからな。お、イヤホンとか。あー、入れ、入れ。無理だな、こいつ。あー、ありがとう。入ってんのにね、探索され始めたね。なんで？